こと。今日の晩ご飯はパスタです。ガーリック醤油味です。いただきます。半世紀生きたもう働きたくないピレンです。おはようございます。6月14日の昼1時20分ですね。今日もよろしくお願いします。昨日おととい土日ですね、もうずっと生配信を見てまして、 AKB が、なんか東京ドームシティなんかね、ライブをやってまして、それの生中継あったので、それを一日中見てましたね、はい。まあ、他にもいろいろあってね、生配信が一日中見てました。本番の一日中、どうかな。あ、よろしくお願いします。
まうまこの晩ご飯はコンビニで買ってきたお惣菜のとシュウマイと肉団子です。あとひじきも買ってます。いただきます。ひじきと中華のおかずの組み合わせてどうなんやろ。いただきます。うまいうまの晩ご飯はスーパーで買ってきたお惣菜の一口ハンバーグになります。いただきます。ございます。6月16日のお昼12時40分です。いや今日もよろしくお願いします。それでは動画はこれで終わります。12日から動画を撮ってんですけど全然なんか締めてなくて動画をなんかここまでダラダラ16までダラダラとちょっと撮ってたんですけど特に何もやってないんでね、はい、まあ、変わったことと変わったことなんですね。今日はこの NMB の新曲しだれ柳が発売になってねこれをちょっと買いました。はい、どうかなとりあえず、はい、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた。